はい、むけちゃんでーす。はい、どうもこんにちは。はい、ということで、今日はクロラさんと、チキンアテゲームみたいなのをね、していこうかなと思います。まあ、見てもらった方が早いので、早速、マップ移動していきましょう。レッツゴー。この、左、今自分のスキンがあると思うんだけど、これを当てられ、最後の1枚にされちゃいけないのよ。そう、クロラさんの、その左のスキン、私は当てに行くから、これ見に行っていいんだね。え、行けちゃうじゃん。見える？あ、ハテナマークになってるわ。すげえ。ズル禁止って書いてます、これ。ノーチーティング。私が、何々ですかと、そのスキンはどんなスキンですかって言うから、はいか家で答えれるような質問をするんで、当たってない方を消していく。なるほどね。とりあえずやってみましょう。私の番だから、そのスキンは、帽子をかぶってるか、かぶってないか。かぶってない、いいえ。かぶってない。なら、かぶってるスキンをポチポチ消していく。なるほどね。あ、そっちがね。で、こっちが効くんだね、次は。選択肢とかもあるよ、英語の。ほんとだ。黄色は含まれていますか？No。No。これ使うんだよ、これを。じゃあ、これは喋れない人用なんじゃない？あ、黄色含まれてないんだ、じゃあ。俺の質問これでいいや。うん。じゃあ、もう黄色のスキンを弾けばいいってこと？そう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 。はい、さようなら。はい、さようなら。え、あれ？いっぱい弾けんの？そう、いっぱい。もう、だから黄色のスキンを弾いてく。はい、これは黄色か？こんなもんにしとこう。おー、だいぶだな。あれ、待って、私さっきの分してないから、さっきな、私なんて言ったっけ？帽子かぶってるか？いいえ。帽子かぶってない。さっきの分を、かぶってないやつをしてくんだよね。おかしくない？え、だいぶやばいけど。ええ？え、結構。え、じゃあ、え、どうしよう。そのスキンに、オレンジが入っていますか？オレンジ？若干入って。若干入って。ああ、オッケーオッケーオッケー。若干？じゃあ、入っ、全く入ってないのを。ああ、これ、こうかな？はい、エンドです。俺のターン、ドロー。結構減ったよ。絞り方ずるすぎない、帽子がもう。そのキャラは、はい、帽子をかぶっていますか？かぶっていません。かぶってないんだ。うん、はい、これも帽子だろ。うん、これも帽子、これも帽子、これも帽子だろ。あの帽子。これも帽子。これも帽子だろ。 OK。はい、結構いったよ。うわ、マジ？ターンエンド。俺のターンドロー。その、いやー、むずいな。その、スキンは、白目が見えてますか？白目が見えていますか？どんな質問？はい。白目見えてる？はいはいはい。おーおーおー。見えてますよ。ターンエンド。よし、5枚まで減ったぞ。俺のターンドロー。フィールド上のモンスター2体を生贄に。俺の手札から、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンを生贄召喚。強すぎ強すぎ。このカードには、野菜の要素が含まれていますか？野菜？野菜ではない。野菜ではない。はい。野菜じゃないです。はい。はい。うん、このバーガーの中にも入ってるだろうしね。え、ジェリー、こいつ海藻、海藻って野菜だよな。ああ。海藻？海藻は野菜だね。うんうん。なんじゃない。いや、野菜野菜野菜。うん。ターンエンドだ。あ、むずいな。そのスキンは水色の服を着ていますか？いいえ。おっと？あー、ターンエンド。なるほどね。俺のターンドロー。むずいな。え、これ革新的なものをついてもいいの？こういうの。うんうん、そろそろいいんじゃない？そのカードは人間ですか？いいえ。人外か、マジか。あー、絞れない。絞れなくなってしまった。確信好き失敗。じゃあそのスキンは、男性ですか？いいえ。男性、おそらくいいえ。あ、来た。井口。もうそっちで 50% チャレンジしてもいいってこと？でもそれで失敗したら俺の勝ち？そうそうそう。まあ一応ターンエンド。あ、なるほどね。え、どれだ？猫ですか？いいえ。え、ああ、
全然絞れねえこれ。でももうさ、そっち質問されたら終わりじゃん俺。うん、賭けでやるしかないよねこれ。そう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 、あの 33% チャレンジするしかないよね。うん、え、どれだ6つ。ねえ、これの気もするけどな。はいはいはい、これにかけるわ。その伏せてるカードはグラサンフィッシュスティックスです。違います。 あ、これどう終わるんだろう。俺ドボンしないんだけど。あ、ファイナルゲス、これじゃね、一番見えたやつ。あ、これか、これをやるべきだったんだね。その好きは野菜ですか。はい。で、ファイナルゲス、これか。これコレクトで出た。私の好きにジェリーだったんだけど。ジェリーだったの。海藻野菜じゃなかったから俺のミスだわ。海藻野菜じゃなかったわ、調べたら。あ、そうなんだ。じゃあもう一回好きいくか、練習として。6つ、絶対むずいよこれ。いきます。そのスキンは目が隠れていますか。いいえ。目が出てるよ。ということは目が隠れてる人。あ、全然いないじゃん。あ、全然見えてる。クソ、ターンエンド。そのスキンには黄色が含まれていますか。いいえ、含まれてない。はいはい、もう一旦ね。いやいや、この唇黄色だからもうちゃんとね、正直に合ってると思うんですよ。フロッパーの口もちゃんと。そうだ、黄色だね。見て、こいつも黄色いやん。結構やばいな。ジョンジーなども黄色い。ねえ、ちょ、このチーズも黄色い。黄色いね。結構えぐいな。こいつはまあちょっと黄緑だな。オッケーオッケーオッケーです。だいぶえぐい。やっぱ一か八か行きたいな。もうごっそり狙っていきたい。そのスキンは人ですか。いえ、人じゃない。まあ、ワンちゃん人は残すか。人、ワンちゃん人残すってどういうことだよ。絶対消した方がいいな。ここら辺だって、これ人か。いや、でもすぐいいえって言ったんで、人読み入る。よし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 、大変だ。はい、そのカードは人ですか。はい、人なんだ。じゃあもう人外全部消せちゃうな。はいはいはい、人外も多くない。人外全消し、これめっちゃ熱いです。もうじゃあそのスキンはバナナですか。いえ。じゃあバナナを消すと。お、やばいな。残念。うわ、全然だ。そのスキンは、はい、どうしようかな。兜をかぶってますか。いえ。やばい。ええ感じやな。じゃあそのスキンは猫ですか。はい。おお。ああ、終わった。一気に来ましたよ。もうこれ 50% チャレンジするしかないじゃん俺。そのスキンは男性スキンですか。女性です。女性スキン、はい。さあ、この2択になりました。おお。色違いオーラとレイダー。さあ、これどっちかでしょ。色違いオーラでいこうかな。やっぱオーラメインスキンだから。このオーラスキンでファイナルゲス、チュートトゥーゲス。はい。やったアニメ行くか。あ、6つ、やばいね。このボスキンあったんだ。じゃあ先行後攻変えてみるか。あ、じゃあ俺の勝ちっすよ。本当？もうこれ一旦大きく絞るしかないだろう。うん。そのカードは男性スキンですか。はい。はい、女。はい、女の子全部消します。あれ、これハズレ引いたな。これ女の子の方で当たってたらもうえぐかったなこれ。うん。じゃあそのスキンは黒髪ですか。いえ。黒髪じゃない。消すのか。おい、黒多いぞ。オロチマル違う。ひなた。これは黒だ。同じ質問使うの禁止にする。じゃあ俺も黒髪ですかっていうのは。いいねいいね。そのスキンは主人公ですか。いや、違う。違う子はある。 うん、はい、悟空、エレン、ナルト、イタドリ、デク。あ、結構消せたね。主人公5体消しました。わ、迷うな。かけるわ。そのスキンは目が2つとも出ていますか。いえ。目が2つとも出ていない。ということは目が2つとも出ているの。結構来たぞ。やばやばやばい。似たようなもんやん、このキャラ。俺次で仕掛けなあかんやん。じゃあこれきついな、結構。
このスキンはドラゴンボールのキャラですか？はい。お、25% チャレンジになった。おえー、はぁ、あ、多分俺の好きなキャラが2体いるんだよな。ベジータとピッコロっていう、どっちかにしようかな。ベジータで行こう、後悔のないように。ファイナルゲス、ベジータ。うわえ、これむずくね、私の方。五条悟でした。ちょっとむずいよね。え、楽しいこれ。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんもぜひやってみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。クロさんのチャンネルは概要欄に貼っておくので登録よろしくお願いします。はい、じゃあバイバーイ。ありがとうございました硬派だ